ジャンボどうなる2024年、中国の対外政策理念と不都合な事態。習近平政権の対外政策には、いくつかの基本的な理念がある。 2023年にはその理念にとって不都合な現実が数多く出現し、中国は対外政策を一定程度調整したものの、その理念は維持されている。2024年、果たして中国はその対外政策理念を維持できるのか。胡錦涛政権までの対外政策理念。 中国の対外政策理念は胡錦濤政権後半期から調整段階に入った江沢民から胡錦濤政権前半期には国家目標は経済発展に置かれていた自らを途上国として位置づける平和友好五原則や同盟国を持たない独立自主の外交方針は堅持されていたが発展を史上命題とする国家目標に即してまた 当時の発展モデルが主に先進国に依存する輸出加工型だったこともあり、先進国との関係を良好に保つことが求められた。東稿要介という理念で語られる政策である。他方、世界の秩序は先進国がそれを創出し、中国は途上国の代表として、それを公正に是正するというスタンスだった。だが、 古錦東政権後半期には中国の経済発展や国力の増強に伴う保守的風潮の台頭に伴って、この発展に加えて主権安全などが対外政策理念に加えられた。この時期には北京オリンピック、上海万博などがあり、またリーマンショックが生じたことなどから中国国内でも投稿妖怪維持への疑義が多く提された。その結果、 対外政策が調整され、海洋進出が強化されるなどしたが、少なくとも表面的には東稿要界は維持され、占領した南シナ海の当初の軍事化には至らなかった。2012年に成立した習近平政権は、一面で胡錦涛政権後半期の政策を継承していたが、多面では異なる性格を有していた。 それは共産党政権の維持のため党中央に権限を集め、また技術革新によって個人情報や社会の言論を掌握しつつ社会の管理統制を強化したことである。そこでの統治理念は党の理念、社会主義の徹底などに置かれ、西側の思想などを従来以上に批判した。他方経済面では中国経済の構造が先進国型になるにつれて、 GDP の主要構成要素が国内需要となり、また中国自身が一帯一路を進めるほどの投資国になったことから、先進国との関係を重視する経済要因が大きく減じた。習近平政権の対外政策理念。習近平は、投稿妖怪という言葉を使っていない。 政権成立以後、平和友好五原則や独立自主の外交方針は堅持しつつ、国連重視を標榜しながら一帯一路などを提起して、経済を基軸にした新型国際関係を基礎に人類運命共同体を創造するという理念を掲げた。ただ、この時期には対米関係を新型大国関係という言葉で位置づけていた。これは主に対米関係について、 相互に革新的利益を尊重ししつつ何事もも調整していこうとするものだった中国ではオバマ政権がこの新型大国関係を受け入れたと認識していたようだった。だがオバマ政権も末期になると南シナ海問題やサイバー攻撃などの面で中国への不信感をあらわにし中国自身も2016年7月常設仲裁裁判所で 南シナ海における戦が否定されるとその採決を手続きなどの面から強く批判したこの頃中国はアメリカを中心にする既存の世界秩序に否定的な言論を展開し西側諸国の価値観アメリカを中心とする軍事ネットワークに反対すると明言するようになった習近平政権は国家の安全を重視し 西側諸国が中国の体制転覆、すなわちカラー革命を企てていると内外で宣伝し、国家安全維持法を制定し、海外 NGO 管理法、反スパイ法などを改正していった。また、経済や環境などあらゆる領域に国家の安全が関わっているとして、総合安全保障の概念を提起し、あらゆる領域において安全が上位にあるとした。 外交でも外交と安全との到中が重視され安全を重視した外交の展開が求められるようになったまた習近平政権は国務員から党中央へと権限を集中させる中で外交も例外ではなく外交体験は党中央に属すると強調されるようになった2017年の第19回党大会での習近平演説は 2049年までの国家目標を明確にしたここでは2049年が社会主義現代化強国中華民族の偉大なる復興の夢の実現新型国際関係の実現アメリカに追いつく年だとされまた2035年が社会主義現代化を実現する年だとされた。 前者については、民族の夢が台湾統一の枕言葉のように使われてきた言葉であることを考慮すれば、台湾統一を願意したものだと考えられる。実際、習近平政権はこの19回党大会前後で、台湾政策を転換していた。2016年の総統選挙で国民党が完全敗北したことを受け、中国共産党は、 日教合作による統一政策を放棄し台湾社会企業への浸透工作によって統一政策を推進する政策へと転じたのだった中国が台湾に実施した携帯政策は一定の成果を挙げた習近平政権の対外政策理念は2017年の演説によって明確に述べられた 新型国際関係は国連憲章の理念を実現するものとされ、一帯一路はその新型国際関係の実験場だとされた。一帯一路は経済だけでなく政治、軍事などを含む総合的な政策だが、確かに先進国や国際機関からのインフラ投資が不足していた開発途上国にとって重要な面もあった。また2049年までに、 アメリカに追いつくことが史上命題とされたために対外政策についてはまずアメリカとの関係を考慮するようになった対米関係を考慮すればロシアは最も頼もしいパートナー国だということになるなおこの時期にあっても平和友好五原則や独立自主の外交という原則は維持されていた中国から見て世界の対立軸は 先進国 vs 非先進国であり、中国は非先進国の代表をタランとするというのが基本線であった。中国外交にとって不都合な事態の進行。しかしこれ以後、習近平政権の対外政策理念にとって不都合な事態が相次ぐことになる。 第一に、とりわけトランプ政権の成立以降、対米関係が緊張したことである。米中対立とか新冷戦などと言われたが、バイデン政権成立以降、米中関係は競争の名の下に位置づけられた。中国が期待していた新型大国関係はもはやアメリカに対しては使えなくなった。第二に、経済を基礎にした新型国際関係。 あるいは、運命共同体を築くにしても、経済の失速に伴って投資規模が縮小し、従前ほどのインフラ建設ができなくなった。また、中国国内からも、外国に巨額の公共投資を行うことへの疑義が呈されている。質の高いインフラやデジタルインフラ建設を進めるというが、開発途上国にとって魅力あるプロジェクトが育てられるのか、大きな挑戦だろう。 第三に、台湾政策の面でも、2019年1月の習近平の武力行使容認発言で、台湾社会の対中認識が一変し、中国の過酷な香港政策も相まって、中国への毅然とした姿勢を取る民進党の蔡英文政権への支持率が急上昇した。この後のコロナ禍における中国の台湾政策の影響もあり、 台湾社会の対中認識は従前以上に悪化し中国の台湾浸透工作は一層困難になった。第4に2019年末のコロナ禍によって世界の対中認識は大きく悪化し先進国以外の新興国や途上国からも中国への批判的な視線が向けられることになった。第4にロシアのウクライナ侵攻により中国はアメリカなどから 中露一枚岩と見られて批判にさらされ、開発途上国の中にもロシアを非難する声が上がり、ロシアとのパートナーシップと非先進国の代表を足らんとする姿勢との間にやや矛盾が生じることになった。また、今日のウクライナは明日の台湾といった論調が世界で強まり、中国に厳しい視線が向けられることになった。 中国はこれまで推し進めてきた一帯一路戦略で自らの首を絞める羽目に陥っているようですね。産経新聞の記事では資金を貸し付けた相手国が不良再建化して大赤字になっていると言います。ばらまきは外交の基本戦略とはいえ、債務を返済できない国々へ利子で貸し付けるからそうなる。 日本も有利子ではあるけれど、相手国の状況を見極めてから支援するので、焦げつくことがほとんどない。外貨準備高が底をつきつつあると言われる中国とは対照的に、日本の外貨準備高は高水準で安泰という事実が、日本外交の確かさを物語っている。